ということで、次のエピソード進めるので、進めていきます。でも、あなたが話しかけてくれて、あなたの声が聞こえて、思い出したことがあって、あれは、多分本当に、ただの夢だったんだと思うけど、夢の中で、私、あなたと話をしたの。スマホの電源入ってないのに、声が聞こえて。って言っても、私の夢、だから、あなたは、知らないよね。そこは、めちゃくちゃで、わけわかんないノイズばっかりのところで、よくわかんない。本当に、わけわかんないところだった。そこでは、私が目で見たものじゃなくて、私の頭が見たものが見えたの。見えると思ったものが見えるっていうか、目の錯覚が本当になるっていうか、そこにあるのはめちゃくちゃな意味のない模様とかノイズばっかりなんだけど、私自身がそこに何かを見つけて、それが現実になっていった。それで、なんて言ったらいいんだろう。もしかしたら、私が今いる、この現実でも、そうなんじゃないかって、思ったの。彼女は話をする。一言一言、ゆっくり、言葉を選びながら話をする。こうしてあたりを見渡すと、石小屋や波や形を持ってそこにあるように見える。目に見えて手で触れることができる。でも、本当はそうじゃない。この目で見ているものが、手で触れた感触が、現実にあるわけではない。目が光を受け取って、肌で触れて、それから人が頭の中で色や形を見出している。あの夢の中で、そうだったように。勝手に想像してしまっていた物語も同じなんだと思う。祖母がこの世界を作った。祖母は誰かに会いたがっていたような気がする。この世界には大きな寂しさがあって、人々の体が変容してしまう。それぞれは個々の別々の出来事だった。でもそれをつなげて、人は物語を作る。祖母は誰かに会うために世界を作って、だから、この世界の人々は強い寂しさを持っている。そうやって物語を作ることで人は物事を理解しようとする。錯覚や勘違いで物語を頭の中に見出してしまう。だったら、と思う。今目の前にある景色だって同じなのかもしれない。この景色も本当にあるわけじゃない。本当に合うのは、ただの光。光を両目で受け取って、景色を見ている。景色を頭の中に作り出している。それはきっと、錯覚するのと何も変わらない。空に浮かぶ雲が羊に見えるのだって、羊が羊に見えるのだって、頭の中では同じことが起きている。何もかも、そうなんだと思った。石ころだって、景色だって、物語だって、勘違いするのと同じように、自分の中で見出している。何かを見るのも、感じるのも、錯覚や勘違いと同じ力。この世界には、本当は何もないかもしれない。でも人はそんな風に、この景色を、この世界を見出している。だったら、
理由とか意味とか、そういうものだって同じなんだと思う。理由も意味も最初からどこにもない。だけど人はそういうものを勘違いして想像してしまう。景色を見るのと同じように、物語を作るのと同じように、意味も理由も何もかも、人が勝手に勘違いして、この世界に見出している。世界は終わった方がいいのかもしれない。そう思うのは今も変わんない。私が何を思ったって何か変わるわけじゃないから。映画とかドラマみたいに悪役がいてそいつをやっつけれたらそれで解決なんてことにはならないから。この世界がこんな風になっちゃったことに納得のいく理由なんかなくて。パンデミックはずっとこのままで、これからも死んじゃったり、苦しい思いをする人がたくさんいる。意味とか理由とか、そういうのを誰かが与えてくれたりしない。そんな世界なら、消えちゃった方がいいのかもって思う。何もかも、全部、偶然で。でも、何もかも偶然だけど、それでも、私たちは、その偶然の中に、何かを見出しちゃうんだって思う。この世界が作られた理由とか、あなたのおばあさんのこととか、いろいろ勘違いしちゃってたよね。でも、私たちはそんな風にいろんなものを勘違いしながら、見出しながら過ごしてるんだ。この景色も、夏の暑さも、あなたと話したいっていう、この気持ちも、本当は多分、どこにもなくて、でも、感じてる。うん、感じちゃう、見出しちゃうって言った方がいいのかもしれない。私たちが、そうしようって思ってるのかどうかとは関係なくて、私たちはいつも、何かを見出しちゃう。あの夢の中の錯覚みたいに、あなたのおばあさんがこの世界を作った理由のこと勘違いしてたみたいに。なんていうか、じゃあしょうがないなって思う。そうしよう、どうしようもなく私たちはそうやって勘違いしちゃって止められなくて、今だっていろんなものを見出してて、じゃあ理由とか意味とかそういうのだって勘違いしちゃう、見出しちゃうって思う。いつかどこかできっと見出せるんだって思う。私はそういう意味とか理由みたいなものを本当に見つけられるかどうか今はわからない。この旅で出会ったみんなみたいにやりたいことがあるとか何かに夢中になるとかそういうのがわかんないのはずっとそうだったから、泣いちゃうばかりで何とも向き合えないから。今私には何もない。でもこうやってあなたが話しかけてくれて、やっぱりあなたと話してたいって思う。それだって意味とか理由と同じで私の中にしかないよね。けどただの錯覚で本当はないんだって思っても、どうしたってこの気持ちなかったってことにはできなくて。だから当たり前だけど、私もないものをあるって思いながら過ごしてる。私にも何か見出せるんだって思う。今までいろいろあったよね。いろいろあったけど、でも何か変わったわけじゃないよ。状況は全然良くなってないし、今日からの生活だってあなたと出会う前と変わんない。これからも今まで通り生きていくだけ。理由も意味も目的もない。ただこの何でもない暮らしの中で、いつかどこかで
何かを見つけられるかもしれない。私たちには偶然の中に何かを見出す力があるんだって思ったんだ。だから、これはもう、いらない。ふっと、彼女の声が遠のいた。何かのきしむ音。それからゆっくり歩く足音。彼女のわずかな息遣いだけがずっと聞こえている。今は声だけが二つの世界にある同じコンピューターを通して共有されている。スマホは彼女の手元になくて、だからいつものように映像は送られてこない。ただコンピューターから聞こえる音に耳を澄ませるしかない。波の音がどんどん近づいてくる。でも彼女が踏んでいるのは砂浜ではなかった。波の音はすぐ足元から聞こえているのではなくて、ずっと下の方から届いている。海に面した崖の上にいるんだと思った。その先に向かっているのだと分かった。それからまたしばらく歩き続けて、やがて彼女は立ち止まった。波の音がずっと大きく聞こえた。それにかき消されないように、彼女は言った。後悔するって思う？きっと、するだろうなって思うよ。これからも、いろんなことあるだろうし、やめとけばよかったって、あの時、この世界を終わりにしとけばよかったって、いつかきっと思う。でも、その度に思い出すんだ。この世界は偶然でできてて、こうやって浜を濡らす波も、海から吹いてくる風も、これから私が言うことも、何もかも全部偶然。決まってく。だけど偶然なんだったら、じゃあ先のことはまだ何も決まってないってことでしょ。偶然が重なってこれから決まっていくってことだよね。だったらこれから先、私も何か見つけられるかもしれない。そんな風に思うんだ。変だよね。さっきまで、あんなに全部、どうでもいいって思ってたのに、その時から、何も変わってないのに。けど、こんな風に思えちゃうことが、私たち、なんだなって、思う。何もないところに、期待しちゃったり、あるわけないものを信じられたり、ないって分かってても、ないことにできなかったり、どうしようもなく、そんな風に生きてて、そんな風に生きるのを止められなくて、それが私たちなんだって思うから。だから、ひときわ大きな波の音がした。打ち寄せる波ではなかった。彼女の気配は遠のいて、声はもう聞こえなかった。彼女はコンピューターを投げ捨てた。暗い海の底に。彼女の世界のコンピューターは海に沈んでいく。もう二度と誰かに見つけられることはないだろう。もう二度と画面に明かりを灯すことはないだろう。
コンピューターは沈んだけど、でも彼女の世界が消えてなくなったりしない。彼女の世界のコンピューターは現実世界のコンピューターとつながっているだけのただの複製。彼女の世界ではキーボードが欠けていたように、物理的に同じものというわけではないから、壊れて動かなくなって彼女の世界から操作できなくなるだけで、現実世界のこのコンピューターの中で彼女の世界は続いていく。彼女はこれからも旅を続けるだろう。理由はないし意味もない。でも思えば最初からそうだった。ただあてもなく北を目指す旅。北に何かたどり着くべき場所があるわけじゃない。あてのない、目指すところのないこの道のりを旅と呼んでいる。いつか彼女がその道のりの中に何かを見つけられたらいい。ここは多分意味も理由も何もないけれど、それを受け入れてそれでも何かを見出していくんだと思う。もし何かを見つけることができたとしても、彼女の生きる意味は小説や映画のようなお話ではないから、彼女の世界はそこで終わったりしない。この夏の日々が終わりを迎えたりしない。彼女の旅はどこまでも続く。すべては偶然で、何も決まっていなくて、だから終わりがない。彼女は旅を続ける。いつまでもどこまでも果ても終わりもない。この夏の彼方まで。した日はどこまでもたどる道は遠く、そよぐ風は遠いよう広げた手を、夏の咲いたはずの感情、変わらないものばっかを追って、永遠に咲いていることを嘘と知ってるんだ。振りかざした星、殺したその手の中で生きる理由を探して、愛信じてずっと遠く
ということでございまして、ちょっと曲をたっぷり聴きましたけど、多分これで一旦メインストーリーの方は全て終了することになりますね。多分そうだと思う。今エンディングが長い。ちょっとスタッフが多分増えたと思うので、スタッフのロードが流れてるのかな。ということで、ここまでメインストーリークリアできました。ありがとうございます。これはあれかな？どうでしょう？どこで、スタッフクレジットあったと思うんだけど、前回どこで終わって、あ、そうだ、まだある。そうだった。思い出しました。運転疲れた。一軒目、誰もいないアパートだね。並んだ扉もガラス窓も全部開け放たれている。荒れ果てたこのアパートにはとても人が住んでいるようには見えない。狭い部屋だね。あたりを調べてみる。白いカーテンが風に揺れていた。窓の方を向いた一人掛けのソファー、円形のテーブル、割れてしまった木の机。主を失った者たちがひっそりと流れる時に身を沈めている。少し先に廊下がある。誰もいないよね。廊下だね。行ってみよう。廊下に来たよ。天井からぶら下げられるのは派手なシャンデリア。最後にここを通ったのは誰だろう。蜘蛛の巣の張った戸棚にも、得体の知れない薬品の詰まった棚にも、埃が積もっている。奥に、外に繋がる扉が見えた。何か見つかるといいけど、戸棚と薬品の詰まった棚があるけど、どれ見てみようか。にしようかな。オッケー。薬品の詰まった棚を調べてみる。包帯、もらっていこう。変なスイッチがある。どうしよう。何してみる？押してみよう。オッケー。あ、なんか出てきた。ハンドガンの弾、見つけたよ。外に繋がる扉の方行く？もうちょっと探索する？オッケー。外に繋がる扉に向かうよ。これで終わりかな？ここは。さて。じゃあ、次、行こっか。今日もいい天気だし、暑すぎだけど。そういえば、あなたと初めて会った日も、こんな、天気のいい日だったね。暑くて、セミがうるさくて、そんな、なんでもない日だった。こんな、なんでもない日も、何もかも、偶然でできてるんだよね。今私が、このアパートに来たのも、どこを見て、何を拾うのかってことも、それだけじゃない。このアパートがこの場所にあるのも、さっき拾ったものがあそこにあったのも、全部偶然なんだ。けど、偶然だけど、お腹が空いてどうしようもない時に食料を見つけたとか、感染者と鉢合わせる直前に武器になるものを見つけたとか、そんなこと、この旅の中で、何度もあったよね。その時、そこに食べ物があったのは、もちろん、偶然だよ。だけど、そういう時、意味とか、運命みたいなものを感じたりして、私たちはそうやって、勘違いしながら、何もないところに、何かを見出しながら、旅してたんだ。ずっと、そうだったんだよね。あなたと出会う前も、出会った後も、今までも、これからも、ずっと。なんていうか、私たちはどうしようもないくらい寂しがりだから、時々でいいよ。思い出した時でいい。いつかまた夏が来た時でもいい。私はずっとこうしてるから。あなたのコンピューターの中に、ここにいるから。だから、時々、
また私と話してくれる？俺はこの一言に尽きるでしょう。うん。じゃあまたね。夏の彼方、ビヨンド。ということで、エピソード16、そしてメインエピソードがすべて終了いたしました。ありがとうございました。夏のもこの世界に戻ってきてくれて、なかなかに、この作品当時やった時、まあ1年前にプレイをしたんですけど、その時も、まあキャラクターエピソードいくつか、本編中にもプレイさせていただきましたけど、誰か一人に多くの人でも、このゲームが刺さってくれたらいいなっていう思いでプレイしたんですけど、で、自分自身でも何かしらで、その、心の変化とか、そういったので、キャラクターそれぞれに対して何か思うとこがあったりとかして、で、夏野自身もそういうのを思ったりとかもして、で、なおかつ、この1年前って、まだ、こういう不安が残り続けてた、今もそうだと思うんですけど、感染症というんだから思ってそういう感情が出てきてっていうところはあった状況なので、何かこう思う時があったと思うんですよね。それを感じさせるいい作品でございました。そしてまたですね、それこそこの世界って夏野たちの世界と主人公たちの世界、二人の世界がこう半々にある世界だと私自身は思っていて、発展してるっていう意味合いではうちらの世界も発展してるし、だけどだからといって主人公たちのいる世界に寂しさがないっていうわけでもないじゃないですか。何かしらこう寂しさを感じて今を生きている、そういう状況だと思うんですよね。そういった中で、再びビヨンドとなって新たなエピソードができたというだけじゃなくて、何かこう伝えられるというか、それこそ再び思うとこがあるんじゃないかなっていう形でちょっとこのゲームを再びやらせていただきました。メインストーリーの方、そしてここ左下、旅を続けるとある通りまだこのゲームは続きます。そしてやっていないキャラクターエピソードというものもたくさんありますので、残りの夏の日々、そちらでキャラクターエピソードで楽しんでいきたいなと思います。ということで、まあ、旅を続けるとそうなんか行きそうな気がするんですが、どうしようかな。旅を続けてやるとそのまま進んじゃうのかな。あ、エンディングコンテンツ、夏の彼方が解放されました。物語が終わっても彼女たちの世界はこのコンピューターの中で続いていきます。夏の旅路をいつまでも共に続けることができます。夏の彼方では本編で未開放のエピソードを見たり、エンディング後コンテンツ専用のアイテムやエピソードを収集することができます。完結したキャラクターエピソードが16のうちの4。このね、集めるやつもね、ちょっとね、できる限り集めていきたいなと思います。こっちの真ん中の方に関しましては、まあ本当に見つけたらやっていこうかなぐらいでちょっと考えていきますが、少なくとも、キャラクターエピソードはすべてやっていきたいと思います。夏の彼方では探索しているとキャンプ地にたどり着くことがあります。キャンプ地ではミニエピソードを見ることができる、珍しい道具を見つけることがあります。キャンプ地を巡りながらどこまでも旅は続いていきます。日めくり報酬とエンディング後1日に1度日めくり報酬が配布されます。日めくり報酬では毎日ランダムなアイテムを1つ受けることができますと。
ということで、ではちょっと最後にこの言葉読んでちょっと終わりにしていこうかなというふうに思います。40分ぐらい多分長くなってると思うんですけど、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいなと思います。エピソード 16-4 夏の彼方。初めて出会った時と同じように、彼女は北を目指して進む。当てなんかない。何かを見つけられたわけでもない。意味だって理由だってないまま、それでも彼女の旅は続いていく。終わりも果てもない、この夏の彼方まで。